はい、レノファ山口対、ボルト徳島ですね、の試合なんですけれども、まあちょっと大変な結果になってしまったという感じですが、私はちょっとすいません、生放送の時間帯はオミアルディジャンの仕事をしていたので、帰ってきて、まあ、スコア知りながら試合を見たわけですが、まあちょっと生放送で見ていたJさんのお気持ちを伺いたいんですけども。いやー、もう特にありませんの一言になって。ちょっと。なかなかこう、いろんな悪いとこ全部出ちゃったみたいな感じがありましたね。うん、15分ぐらいまでは、非常にいい入りをしたように見えました。まあ、そんなに前からガンガンは行ってないんですけど、真ん中、ミドル、サードあたりでしっかりとブロックというか、待ち構えてそこからプレスをかけるというような形が結構効いていて、その辺まではあんまり徳島自由させてなかったようには見えたんですけど、まあ、最初の失点が非常にスーパーなクロスが入ってきたというのもあって、そこからそのちょっと前ぐらいから予定より下がりすぎてたんじゃないかなという雰囲気はありました。いやそうですよね。なんか僕は気になったのは、ね、なんかこう全体的な話ですけど、山口がやりたいサッカーを徳島がやってるなっていう感じがしたんですけど、いかがですか？まあ、ボール回す部分に関してはもう完全に徳島の方が年季というか、連動が上なので、なかなか完全に握る想定はしてなかったと思うんですよね。山口側がボールを多く握れるとはそこまで思ってなかったんじゃないかなっていうのはあるんですけど、だからこそ、ある程度持たれる、ブロックを引いたっていうところなんですかね。ああいうふうにあんな早い段階で失点してしまったり、あそこまで下がってしまうのは想定外だったかなと。というかさ、想定外というか想定内であって、下田監督はあれなんじゃないの、 4-2-3-1 の非常に守備的なシステムで、入ってラインをそもそもそんな高く上げないし、有利をワントップにすることで前線のプレスが全く効かなくなってっていうのは想定済みだったと僕は思うよ。要するに守備から入る、しっかりブロックを作るっていうのは、ところが全然そうなっちゃうと、もうただひたすら下げさせられる一方で、それでまあ急遽有利を外して、小松君、生きのいい、だ僕は最初それやる、戦い方多分変えてくると思ったんで、それをやるんだったら小松でワントップだろうっていうふうに僕は思ってたんだけど、2失点食らった後の交代でしょ、そうですね。でもう有利のさ、熱量が全然下がってんだよ、もう開始から多分疲れてんだと思う。なんかね、コメントによるとアクシデントがあったと、なんか言ってたアクシデント、それはコンセンスじゃない、ウォーミングアップの、そうなんですよ、イオリの方がウォーミングアップの時点で何やらアクシデントがあったらしいということで、なるほどね、ちょっと最初はいけそうだっていう感じで結局そのままいったのかもしれないですけど、そう言うよね、ダメだよ、ね、確かにイオリがあまりにも覇気がなかったので、いや熱量がなんでこんな低いんだろうところでさ、ここは小松だろうってずっと思いながら、その疲れもあるし、なんかやっぱりちょっとどこか痛めてたのかなっていうの、あまりさすがにあまりにも動かなかったので、そうですね、これはあかんということで、まあ本当はなら前半ぐらい頑張ってもらいたかったと思うんですけど、さすがに無理という判断だったんでしょうね。なるほどね、そこがまず第一のもアクシデントというか、あれだよね、やっぱりこうガラッとやっぱこれまでのいろんな部分を含めて戦い方、ある意味で自分たちのサッカーをちょっととりあえずは、先に失点を食らわない、っていうところに軸足を置いた入り方をしたんだけど、対策重視、ね、対策重視だけど、それがなんか、まあ、コウ選手の怪我もあったり、イウリ選手の、まあ、予期せぬ怪我もあったりして、後手後手になったっていう印象だよね。なるほど。こう、本当に、徳島は、やりたいことやれてたなっていう印象がすごい強いんですけど、徳島の、まあ、ペースのままいった
だからやられてたってこと。そう。でね、やっぱ最初の先制点なんかも見てて俺思ったのは、うん、やっぱ外からワイドにもうブロック固めて山口がしっかり、うん、固めている、いるので、うん、要するにサイドからクロスを何回も入れてたでしょ。そうですね。あれって餌だったんだ、餌。うん。そして得点シーンはさ、クロスを入れると見せかけて、グランダーの、あれ絶対山口のディフェンスは予測してなかったと思うんだよ。なるほど。ゴール前にグランダーのパス入れたでしょ、うん、それで柿田君が、合わせて当てて入れたっていうのは、うん、あれは全くクロスが、高いクロスっていうかね、空中戦をみんな意識させといて、うん、そしてそこでぐさっと違う、ボールを入れるっていう、この徳島すげえなと、うん、あの先制点を見たときに、やっぱりあの、うん、山口の選手の裏をかいた得点だよね、あれはね。って僕は思いました。J、どうですか？そういうことがやっぱ自然に、ちょっとどこまで準備してたかわからないですけど、まあ逆にその展開を見て、しっかりそう、じゃあここは低いボールだなとか、そういうのが判断できちゃうのが徳島なんだろうな。いや、それは絶対やってると思うよ、あれ。間違いなく。うん、あの、対山口対策。というかブロックを引いてくる相手に対しては、はいはい、やっぱああいう崩し方をしようっていうのはやってると思う、うん、あのただね、俺は大宮戦を生で見てた後に見たからすごく感じるんだけど、ブロックを引く守りっていうのは栃木のやり方は素晴らしかったんですよ、正直言って、ねえ、うんうん、栃木のブロックの引き方と山口のブロックの引き方じゃ申し訳ないけど天と地の開きがあるぐらい栃木のブロックが素晴らしかった。でブロック引くんなら入ってきたボールに対してもっと積極的に行かないといけないし、そこにもっと複数で行くなりのそういうこうなんだろう、まあ本当に緻密さとかもっと運動量増やすとかそういうところが必要だったのに、まあ、激しくいくとかね。緻密さ、激しさ、まあ、その細かさ、そういうものが栃木と比べたらもう全然足りてない。ね、正直それはもう本当に大宮は全く太刀打ちできなくて、実は栃木に。もう全然中にボール入れられない。ね、でもボールは持たせてくれるんですよ。でずっともうポゼッションは大宮ずっと 65% ぐらいずっとキープしてるんだけども、だけどももう、ブロックの中には、入っていけない。で、まあ、大宮も頑張ってロングボール使いながらやってたんだけども、まあ、やっぱ栃木のブロックが強固すぎて崩せない。大宮の話はもういいよ。いや、そうね。ね、うん。そんなね、結局、その、じゃあ、山口が敷いてたブロックと比較しちゃうと、俺はもう、栃木のブロックを見てたから、これでブロック敷いたとは俺は言わせないよっていうぐらいの、やっぱり、ちょっと中途半端なもんだったなっていうふうにしか思わない。入ってきて、後手後手の対応で、入ってきたときに、栃木の場合は、はい、ボール来ました、みんな行くよって、危機として寄せるんだけど、なんかもう、山口の場合、来てから、よし、対応します、みたいな感じのテンションで、うん、ねえ、もうトラップもさせちゃってるし、入ってきたボール。多分ね、大宮よりね、質が高いんだよ。徳島の方が質が高いの。もちろん、もちろん、大宮の方が質が高くて。質が高いのよ。そう、質も高いんだけど、だけど、じゃあそれはでもブロック引いたところの、そのやり方で、同じようなシーン結構あるんだけど、そこでもやっぱり。J さん反論してください。J さん反論してください。女性が本当全然甘い。申し訳ないけど。まあ、もともとそういうしっかりね、がっちり守れるというスタイルではやってきてないので。そうなんだよ。だからやっぱ慣れてないんだよね。おっしゃる通りで、だから、栃木は慣れがあるんだよ、そこにも。去年からずっとそれやってる、うん。栃木はもうそういうサッカーをかなり長いことやってますよね。そう。慣れがあるって、一方で山口は慣れないことやったなっていう話なんだよ、結局。そうですね。それが4対。本当はそこまで構えるんじゃなくて、まあ、ある程度、うん、ある程度は高い位置で、ちょっと引き、うん、少し引き込んで取るっていうのが多分。狙いだったと思うんですよね、うんうん、それが結局はまあ徳島がうまいのもあって、うん、あんだけ下がってしまうともうちょっとそのブロック強度はもう全然足りてなくて、うん、あとは全体的にちょっとやっぱり動きが悪かったなという、うん、お疲れモードなのか、菊池選手なんかもちょっと、うんそ最初の何試合かと比べて、うんまあ、ちょっと柿田選手がね強かったというのもあるんですけど、それにしてもちょっとどうも動きが悪いんじゃないかなというふうにも見えて、うん、ちょっと疲れだとかが全体的にもひょっとしたらあったのかなという感じもしました。ちょっととにかく一人一人が全然マッチアップ、うん、いいタイミングでマッチアップしてもなんか全然取りきれないしっていうような
はめたと思ったところで取り切れないっていうのがあったので、そう、本当そうだよね。うまくいったような場面でも結構抜かれちゃうみたいな、うん、ちょっと結構目につきました。やっぱね、チームスキルのなんか総量の差がこう出たなっていうのが言ってしまうとね、